ケモンです。さあ、怪談小話、今日もちょっとした怖い話を読んでいきたいと思います。じゃあ早速目次に行こうか。前回さ、3つほど読ませてもらったんだよね。そうそうそう、1話から3話、伝聞、黒電話、雪道。でもこれあれだよね、主人公が全部同じだよっていうわけじゃなかったから、本当に何から読んでも良さそうな感じ。もちろん話も一個一個別々だから、何から読む？4話から7話でもさ、早速この4話の主か主が気になってるから、素直にちょっと4話から行こうか、はい。完全オムニバスものっぽいから、今回が初めてだよっていう方もお付き合いくださればなと思います、はい。私の地元には主がいるという大きな池がありました。池といってもほとんど湖のようなもので、公園の中にあるその池にはたくさんの魚がいますが、その中に1匹、他とは明らかにサイズの違う大物がいるという話です。私が小学生の頃、同級生のワイタがその主を釣り上げるというので、友達数名でそれを見に行きました。実際はお調子者のワイタが失敗するのをからかうためというのが目的だったのですが、意外にもワイタは当たりを引いたんです。池を囲む柵の向こうに入ったワイタが釣り針を垂らして30分ほどが経った頃、釣り竿が大きくしなりました。釣り竿を強く握ったワイタが引き上げようとしますが、びくともしません。水面を見てみると大きな影が見えました。その時ワイタが、やばい、引っ張られる、と叫んだんです。小学生とはいえ、人間を引っ張るほどの魚とは何なのかと思ったのもつかの間、ワイタの体が前に傾きます。一緒にいた男子の一人が柵越しに支えようとしますが、ワイタは池の中に落ちてしまったんです。すぐに数名が大人を呼びに行き、私たちは水面を見下ろしてワイタを探しました。ワイタが落ちた場所からは何重にも波紋が広がって、そこにいるのがわかります。だけど深い池なので飛び込むこともできず、ワイタの名前を叫びながら見守るしかありません。すると唐突にワイタの上半身が水面から浮かび上がります。もがくワイタが口を開き、こう言いました。助けて、化け物が。ちょっとワイタ。次の瞬間、ワイタは再び池の中に沈み、辺りが静まり返りました。大人たちがやってくるまで、私たちは呆然と佇むしかありませんでした。捜索は2日に及び、池の、なんて呼ぶんだろう、藩で合ってる池の藩にワイタの遺体が打ち上げられているのが発見されるまで続きました。これだけだとワイタが池で溺死しただけに聞こえるかもしれませんが、実際はそうではありませんでした。遺体は何かに食い散らかされていたかのように破損していて、欠損箇所が発見されることはありませんでした。大きな池とはいえ、大型の肉食生物が住んでいるなんて話は聞いたことがなく、事件をきっかけに調査が行われたそうです。その結果、池の底にはいくつもの人骨が沈んでいたという話です。しかし、肝心のワイタを襲った生物が見つかることはありませんでした。あの時の大きな生物の正体は今もわかりません。調べてみると、この池の周辺では時折行方不明事件が起きているそうです。一体あの場所には何が住んでいるんでしょうね。
いたー。まあ生物じゃないかもしれないよね。形ある触れるものじゃないかもしれないよね。しかしさ、ワイタどうして釣り竿を離さないんだ。釣り竿をね、離せばワンチャンさ。でもなんかああいう時って離せないのかもしれないね。なんかまさか落ちるだろうとか思わないのかもしれないね。うん。私さ、ちょっとねこの手の話でいつも不思議なのがね、もちろんさ、私溺れた経験がないからなんだけど、そのよくね水難事故とかあるじゃないニュースで、でそういう水難事故で溺れるっていう感覚が私いまいちピントを来てなくてね。人間ってさ、どうしたって浮いちゃうじゃん。どうして沈んじゃうんだろうとか、泳げなかったとしても上向けば絶対浮くじゃん。どうして沈んじゃうんだろうっていうのがどうしてもピンとこなくてね。ごめんね、全然関係ない話なのかもしれないけど、例えば川とかだったらわかるよ。すごい流れが速くて浮かぶ間もなくこう濁流に巻き込まれちゃうとかね、ならわかるんだけど、海で溺れるっていうのに私どうしてもピンとこないの。どうしても浮いちゃうからさ。だけどそれでも溺れるっていうのは、まあ、本当になんか沈んじゃう、私の想像つかないその人間の原理みたいなのもあると思うんだけど、中にはこういうパターンというか、そのね、人間じゃないというかこのようなものじゃないものになんかされてるんじゃないかなって、余計になんか想像力をね働かせたりなんかしちゃったりしてます。はい、ごめんね。じゃあ さっさと次行くね。ごめんね。じゃあ5話行こうか。道化師、はい。道化師もさ、サーカス以外で会ったらまあまあ恐怖だからね。はい、この話をしていいのか今この時も迷っているんです。ネット上によくある見てはいけない動画ってあるじゃないですか。私が学生の頃、そういう類のものにハマっている時期があって、ある動画を見つけたんです。もう怖い、ごめん、ちょっと怖かった。その動画では一人のピエロが街中を歩いたり芸を披露したりして、時折こちらを見てきました。ピエロの造形にもともと不気味さを感じる人はいますが、私はそういうタイプではなくて、その動画も特に怖いとは思いませんでした。けれど本当の始まりは動画を見た後からだったんです。翌日から気づけば視界の端にあのピエロがいるんです。何をするでもなく、私が注視しようといなくなることはなく、かとよって近寄ってくるでもない。注視しようといなくならないんだ、すごいね。だけど物陰から静かに視界の端に存在して、時には背後から、また別の時には前方を横切り笑顔を浮かべているんです。最初は疲れているのかもと思ったんですが、夜寝ている時に私一人しかいないはずの部屋にその気配を感じて、眠れない日々が続きました。ある日このことを友達に打ち明けると、その友達は私を励ましてくれて、気にしなければそのうち見てなくなるだろうと言ってくれました。だから私もその視線を無視しようと思いました。どんなに視線を感じても気のせいだと自分に言い聞かせて、そうすれば少しだけ気分が楽になりました。数日後、その友達から自分もピエロの姿を見たという話を聞くまでは、友達は動画を見たわけでもないのに、私の話を聞いてからというもの、視界の端にピエロの姿を見るようになったというんです。しかもそのピエロについて詳しく聞くと、
私が見たピエロと全く同じなんです。やめろよもう、この後怖いじゃんね。私は友達にピエロの容姿については一切話していないのに、いつまでもなくなることのないピエロのその笑顔を浮かべた姿に耐えきれなくて、ストレスで追い詰められた友達は自ら命を絶ってしまいました。それからも道化師の姿は結局消えることはありません。外にいても家の中にいても、どこにいようと私を見ているんです。いつも変わらない笑顔を浮かべて、ずっとこちらの方を。今も見えるのかですか？ええ、見えますよ。またあの笑顔を浮かべています。あなたの背後からこちらを見ていますよ。やめろよ。待って、もう これこの後怖くない？ちょっと待って、これ私ちょっと結構一番この小話の中でゾッとするかもしれない。なんかさ、視界の端になんか見えるってさ、あるあるじゃない？これ視界の端になんかいる時あるよね。もちろん見間違いなんだけどさ、その端だからさ、ピントもボケてるし、なんかいると思って見た時ってさ、いないのよ。あの、別に何かが本当にいるわけじゃないからね。これでもあるあるじゃん、そこになんかいるっていう話。怖くないし、これさ、話聞いただけで見えるようになってんだよ友達。この後気にしちゃうよ、視界の端。でも気にしてる時は見えないのよ。あの、こういうあの話あるよね。とかさ、あのちょっと哲学的な話とかになるかもしんないけどさ、あの、自分の今いるこの世界はたったこの瞬間今しか生まれてないっていう。過去の記憶とかあるけど、それはただそういう記憶があるように作られているだけで、今この瞬間に自分は生まれたんだっていう考え方で、世界も自分が視界で見えるとこしかないのよ。だから自分の後ろとかは真っ暗闇の空間っていうか、実際は何もないの。自分が見えるこの瞬間にだけ世界が見える範囲だけ作られていってるっていう。何の話してるんだろう。はい、ごめんね、でもちょっとゾクッとしました。じゃあちょっと6話に行く前にちょっとお水飲んでいい？はい、お待たせしました。では行こうか。6話、明晰夢。はい、自分の好きな夢が見れるっていうか、夢で好きに過ごせるっていうものだね、明晰夢。はい、まだ私が幼かった頃、よく母の実家に泊まりに行っていました。祖父母は厳しい人だったそうですが、私に対しては甘く、そんな祖父母が好きでした。祖父母の家は築何十年にもなる建物で、母が子供の頃は水洗便所もなかったことから、その古さがわかります。そんな家の敷地に一棟の納屋がありました。中には着れなくなった服や工具等が置かれていたんですが、その一番奥に扉があったんです。敷地内を探索していた私がそれを見つけて開けてみようとしたんですが、錠がされていてびくともしませんでした。だから祖父に、あの扉の中には何があるの？と聞いたのですが、その瞬間、普段は私に優しい祖父が強く、あの扉には近づくんじゃないと言ったんです。幼い私は泣いてしまい、すぐ祖父が謝りましたが、それ以降私は扉について聞くことはありませんでした。それから10年以上が経った頃、気づくと祖父母の家にいました。すぐに私はこれが夢だと気づきました。明晰夢というやつですね。最近は行くこともなかった家の中を
私は夢の中で歩きます。童心に帰った私はふとナヤのことを思い出しました。ネアに入ると施錠されていたはずのその扉の鍵が開いていたんです。扉を開けるとそこには地下に続く階段がありました。明かりの乏しいその階段を降りていくとまた扉がありました。扉の下には外国によくある飼い犬のための出入り口のような扉がついています。その扉を開けようとしたとき、私は気づいたんです。カリカリという何かを爪で書くような音に。耳を澄ましてみると、音は扉の向こうから聞こえていました。不規則なペースで、まるで何かを求めるかのように音は響きます。寒気を感じ、音を立てないよう後ずさりして、納屋の外に出ました。そこで、体中が汗で濡れているのを感じた瞬間、目を覚ましたんです。起きた私は、夢の中と同じように全身を汗で濡らしていました。この夢にどういう意味があるのか、その時の私には分かりませんでした。数日後、祖父の弟が亡くなったと聞きました。私は祖父に弟がいたこと自体知らなかったんですが、母が言うには精神を病んで離れて暮らしていたという話です。これは後々に知ったんですが、母の地元では昔、精神を病んだ人や生まれつき障害のある者を他人の目につかない場所に幽閉するという習慣があったとか。もしかしてあの時の夢に出てきたのは。真相は現在もわかりません。これもただただ事実の話じゃない？これは幽霊とかそんなんじゃなくて、本当にあった怖い話、本当にあった怖い話とはまさにこのことって感じだよね。いや、なんか聞くよね。多分その病気の人とかもそうだし、ちょっとそのね、健常者っていう言葉を今使っていいのか分かんないけど、まあ、分かりやすくね、表現として使わせてもらうと、健常者じゃない人はいなかったことにするというか、世間体が悪いからやっぱ隠してたみたいだね。本当にそのなんていうの、家の地下に座敷牢みたいな、牢屋みたいなのがあったりとか、その部屋の一個を完全その隠る部屋にして、窓とかだからないのよ。そのなんか隠すためだけに建てた家みたいなそういう話はね、本当に実際にあったって聞きます。まあ、それを夢で見たっていうところがちょっと不思議だよね。私もね、実は明晰夢を見れるんですけど明晰夢を見れるんですけどっていう話をね、前雑談配信でしたことがあるので、ちょっと興味がある方はね、見てもらえればなと思います。本当にね、夢の中でね、自分の好きなように好きな時間が過ごせるのよ。わかんないけどね、ただの夢だったのかもしれないけど、あれは明晰夢だったのかもしれない。ただ、まあ、とある理由で怖くて二度と明晰夢を見ようとは今もしてないです。あれからね、試みようとはしてないはい、そう思うと、私明晰夢とか、なんだっけ、幽体離脱の話とか、まあまあなんかちょっと電波の話もね、雑談の方でしてるので、よかったらそちらもお付き合いいただければなと思います。さあ次よ、次も電波っていうか宇宙の話だからね、隕石行ってみようか。はい、私の家の隣には幼なじみの A 子とその両親が住んでいたのですが、ある日 A 子の家に隕石が落下したんです。
隣の家なんだよね。私の家も吹き飛ばない？隕石でしょ？わかんないわかんない。小石ぐらいなのかな。隕石とは言いますが、とても小さな破片のようなもので、怪我人もありませんでした。当時のことは新聞にも載り、テレビ局の取材や野次馬が来たりもしました。慌ただしい日々が続きましたが、隕石が回収されてしばらくすると、普段通りの日常が戻ってきました。A 子とその家族を除いては、もともと明るい性格だった A 子と、その両親の雰囲気が一変したんです。毎日一緒に登校していた私と A 子に、A 子の母親が明るく「おはよう」と言ってくれていたのですが、ある日を境に見送りに出ることもなくなりました。 A 子の父は何をするでもなく家に閉じこもり、姿を見せなくなったんです。 A 子も話しかけても反応が薄くなり、いつも空を見上げて何かをブツブツとつぶやくようになりました。そのうち A 子も家から出てこなくなったんです。そんな状態が何日も続いて、私は A 子の様子を見に行くことにしました。チャイムを押しても何の反応もありません。試しにドアノブを回してみると、小さな音を立てて開いたんです。なんとなく足音を立てないように、玄関から続く廊下を進み、リビングを覗き見た私の目に映ったのは、ノイズの走るテレビを前に、調理していない野菜や肉を口に運ぶ A 子たちでした。その光景に悲鳴を上げてしまった私の方を A 子たちが見ます。その目には意志のようなものが感じられず、私を見ても一言もなく、またノイズしか映っていないテレビに向き直ったんです。怖くなった私は逃げ出し、その不気味な光景を人に言うのもはばかられ、何もできないまま時が経ちました。そんなある日、不意に夜中に起きた私は、窓の向こうから異様な光が差しているのに気づきました。窓を開けてみると、A 子の家の上空から光が降り注いでいるんです。そして降り注いだ光の下に A 子とその両親が立っています。嫌な予感がして、私は A 子の名前を叫びました。すると一瞬 A 子がこちらを見て、次の瞬間にいなくなったんです。その時には光も消え、空を見ると何かが飛び去っていくのが見えました。それ以降、A 子と再会することはありませんでした。隕石とこのことが関係あるのか分かりませんが、私は空を見上げるたびに思うんです。この空のどこかに、私たちを観察している何かがいるんじゃないかって。これも全然あり得るぞ。 あれだよね、キャトルシミュレーションだっけ。宇宙人に、まあちょっと、なんていうの、拉致られて戻ってきたっていう人が、戻ってきたっていう人がこういう話を広めてるよね。実際に自分はなんか気づいたら、なんか分かんないとこにいて、見たこともない生物がいて、なんか話してるけど意識は朦朧としてて、気づいたら自分の家に戻ってるんだけど、体のどこかになんかされた跡みたいなのがある。自分は宇宙人にちょっと連れてかれて、なんかそこで手術を施されたんじゃないかと思ってるっていう人が結構世界には
いるよね。そういう類のお話だよね多分。私最初さ、それこそ寄生獣みたいなさ、隕石にそういう宇宙のさ意志を持つ何か生命体がいて体を乗っ取ってんのかなって思ったので、なんかね、空に向かってブツ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 言ってるから、なんか他の仲間とも交信して、この星いっぱい行けるぜ、乗っ取れるぜ、お前たちも来いよみたいに言ってんのかなって思ったけど、最後連れてかれてたっぽいからね、もしかしたらそういう乗っ取られて、まあ、サンプル 1,2,3 として、まあ、選ばれて持ってかれたのかもしれないね、うん、はい、1話から7話全部読んでみて、結構さいろんな種類のお話があったね。あの本当に幽霊なんだろうなっていう霊的な怖い話もあれば、本当にその昔の習慣の怖い話とか、人間が怖い話とか、宇宙人的な、そのミステリー的な怖い話とか、いろんなジャンルがね詰まっていて、とっても面白かったです。まあ、一番はちょっと私的に道化師がね、自分の日常ではあるあるだからちょっと怖いかな。走ってなんかいるもんねはい、ということで皆さんはいかがだったでしょうか。ちょっと結構読み間違えたり、詰まっちゃったりしたんだけど、お付き合いくださってありがとうございます。またね、機会があれば怖い話もちょこちょこ話していけたらいいかなと思います。で、結構ね私悩みがあって、怖い話が好きすぎて、もうネットとかのあらゆる有名な怖いとか面白い話を読み尽くしてしまって、もうね出会いがないんですよ。なんかおすすめの怖い話があったら教えてくれると嬉しいです。ということで、また次回の実況じゃないなということで、また次回のね動画でお会いしましょう。イケモンでした。バイバーイ。